フラッシャー。フラッシャーは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の一隻。艦名は、マツカマかダイ属のアトランティックトリプルテールの、通称フラッシャーにちなむ。同盟のアメリカ軍艦、アセスフラッシャーとしては初代。フラッシャーは、コネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港する。1943年6月20日に、 W.A. サンダース夫人によって浸水し、艦長、ルーベン・ T. ホワイティッカー少佐、アナポリ1934年組の指揮下1943年9月25日に収益する。収益後、フラッシャーはコネチカット州ニューロンドンを出港し、12月15日に新珠湾に到着、最初の紹介の準備を行った。1944年1月6日、 フラッシャーは最初の紹介でマニラ近海方面に向かった。1月18日、フラッシャーはの南鳥島西南西135海里の地点で輸送船と護衛艦を発見し、魚雷を4本発射。魚雷は1本が特設運送船吉田丸、日本優船2926トンの4番戦争に命中し、吉田丸は船尾から沈んでいった。 攻撃後はシ区への航海を急いだ。ルソン島西方のシ区に到着後しばらくは、遠方の目標か、小型ボートしか見なかったが、2月5日夕刻に、ミンドロ島、カラビテ、岬沖で、輸送船団からの煙を発見し、舞を取っての追跡の後、22時50分にの地点に至ったところで魚雷を4本発射。魚雷は、陸軍船大新丸、竜巻船。 1722トンに2本が命中して、降沈させた。大新丸は3隻の小型船と共に航行していたが、大新丸を撃沈したフラッシャーは攻撃後に浮上し、4インチ砲による、浮上砲船で1隻の小型船に命中弾を与えた。この小型船は、伊勢丸といい、五国座礁して果てたところを同行していた、別の小型船によって発見された。2月14日、早朝5時、 フラッシャーはノルソン島バタンガス製方50キロの地点でダバオからマラに向かっていた MO72 戦団を発見。魚雷を4本発射し、うち1本が陸軍船民両丸、竜巻船2224トンに命中して、これを撃沈する。護衛の第103号小海艇は2隻の総海特務艇と共に爆雷攻撃を行ったが、 フラッシャーはその感激をついて場所を移動し、およそ2時間半後に3隻の輸送船団、ミリからマニラに向かっていた第3204船団を発見する。フラッシャーはの地点で魚雷を4本発射し、過去にはグレーリングを踏みつけて沈めた海軍王急タンカー安丸大連機船3712トンに命中して同船を撃沈した。2月29日、 フラッシャーは53日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。4月4日、フラッシャーは2回目の紹介で南シナ海及びインドシナ半島方面に向かった。4月15日、ミンダナオ島北西岸を航行中に小型セールボートを発見し、20ミリ機銃を構えて接近してみると、セールボートはたびたびから ミンなナお東方面へ豆を運んでいた地元の船で、船員は、英語が理解できたので害はないと判断され、タバコ5箱を与えて解放した。4月29日夜、フラッシャーはのインドシナ半島、バレラ、岬沖で、レーダーにより2つの目標を探知する。フラッシャーは目標に、接近の上へ魚雷を6本発射し、やがて2つの目標から先行と爆発が上がり、2番目の 目標が沈むのを確認した。日付が4月30日に変わって、すぐ、最初の目標に対して、魚雷を2本発射して、止めとした。この攻撃で、BC フランスの輸送戦争、ジャン、ソン・ググヤン、1065トンと、フランス極東艦隊所属の小型通報艦タユールを撃沈し、ソン・ジャン撃沈は、BC フランス側の報道でした。 5月3日にはの大型輸送船を発見し、魚雷を4本発射。特段の変化が見られなかったので、もう2本発射して、今度は1本が命中したのを確認。一連の攻撃の末に輸送船ミカド船丸、元、ドイツ船、ウルスラリクマス、三菱船委託50、5050トンを撃沈し、攻撃後には浮上してドイツ語の入った浮遊物を回収した。 5月6日にもパナイ島西方会場で輸送船と総海底を発見し、魚雷を3本発射したが命中しなかった。攻撃後改めて確認すると、目標は病院船だった。しかし、総海底がいたことが気にかかったフラッシャーは、延々と追跡の上に5月7日朝に至って、魚雷を2本発射したが命中せず、やがて病院船と総海底は去っていった。 5月13日にはダーウィンに寄港して補給を行う。5月17日、空母サラトガとイギリス空母イラストリアスの搭載機がスラバヤを空襲する予定だったので、トランサム作戦、攻撃を支援する8隻の潜水艦の1隻にフラッシャーも選ばれ、フラッシャーはセレベストマカッサルの南方に位置して、当院救助と脱出艦船に対する攻撃を命じられた。 その5月17日、フラッシャーは、マカッサル近海で、上川丸級水上規模艦と護衛艦を発見し、檻からのスコールをついての追跡の末、魚雷を6本発射。しかし、魚雷は命中せず爆雷攻撃で追い払われた。5月24日、フラッシャーは、アングラーの乗組員が4塩化炭素中毒で、次々と倒れたことを知り、クレバルと共にアングラーに合流して、 救援に当たった。5月28日、フラッシャーは54日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。6月19日、フラッシャーは3回目の紹介で、アングラー、クレバルと共にウルフパックを構成し南シナ海に向かった。ところが、6月22日に燃料補給のために立ち寄った際に、乗組員の1人が急病なり、 体艦の上で、OS にユーキングフィッシャーに乗せられ、医療施設に搬送されていった。6月28日深夜、フラッシャーはのシンガポール海峡南東130キロの地点で、解剖艦などを伴った未死霊産船団を発見した。フラッシャーは護衛艦に察知されないよう慎重に近づき、日付が6月29日に変わってから攻撃を開始。 まず戦闘と2番目の輸送船に対して、魚雷を3本発射し、転出してから3番目の目標に対して、艦尾発射艦から魚雷を4本発射。魚雷は日本が、輸送船日本丸、元スウェーデン船、忍母、日本優船、6079トンに命中し、日本丸は、船主から沈没。水上規模艦の塗料にも1本以上が命中して、大破した。7月1日に、 アングラー、クレバルと会合して新棚ークを確認した後、バレラサキ近海のショークに到着する。7月7日夜、フラッシャーはレーダーで目標を探知して追跡し、日付が7月8日に変わる前後にの地点で魚雷を4本発射。魚雷は1本が特設運送船、第2号橋、東丸、朝鮮優先、3557トンに命中して、撃沈。 しばらくしてから激しい爆雷攻撃があったものの、難なく切り抜けた。7月13日朝には、輸送船団を発見して、接近を試みるが、船団中の輸送船六甲丸、等は海運3038トンに通報され、制圧される。7月18日から19日にかけて降天に見舞われるが、その最中の7月19日午前、フラッシャーはの地点で目視により、 熊型軽巡洋艦を発見する。駆逐艦式並みを従え、マニラからシンガポールに向かっていた、軽巡洋艦大位はこの日の早朝、フラッシャーと思われる潜水艦を探知し回避運動を行っていたが、燃料を考慮して18ノットの速力で、シンガポールに急行していた。フラッシャーは最初大井の前方に位置していたが、大位が依然、ジグザグ運動をするので、大位の前方を横切って、 完備発射艦から攻撃する体制をとった。12時14分、フラッシャーは大井に対して魚雷を4本発射した。3本は大井をかすめたものの、残る魚雷1本が左舷機関室付近に命中したため、大井は後部機械室の火災と全部機械室の蒸気漏れによ、航行を停止した。式並みが爆雷攻撃を行っている間に、 フラッシャーは14時30分に2回目の魚雷発射を実施。大井の左舷側から魚雷を4本発射したが、3本は偏射して大井の艦首をかすめ去り、残り1本は行方不明となった。フラッシャーは一度現場を去って浮上し、アングラーとクレバルにこちらに向かうよう打電した後、3回目の魚雷攻撃を実施すべく深度45メートルに潜って、 作業をいながら、大井に3度接近していったが、この間に大井は、損傷部から艦隊を切断し、その部分から急速に沈没していった。フラッシャーが、大井の姿を見ることは、もはやなく、救助作業を行っている、式並みの姿しか見なかった。7月25日朝、フラッシャーは、輸送船団、シンガポールから日本に向かっていた日68。 戦団からのものとおぼしき煙を発見し、アングラーとクレバルにその旨を通報して、迎撃態勢に移る。午後、クレバルが2隻の陸軍輸送船、秋丸、日本郵船、11,409トンと、東山丸、大阪商船、8,666トンに対して、魚雷を発射したが、両船とも回避した。木68戦乱は、全速力で北上を続けたが、 行く手にはアングラーから通報を受けたフラッシャーが立ち塞がりの地点で1番目と3番目の輸送船に魚雷を3本ずつ発射した後点出して離脱。魚雷は秋丸、東山丸に1本ずつ、2TM タンカー大鳥山丸、三井船舶5280トンに2本が命中し、大鳥山丸は燃料に引火の末に大爆発を起こして沈没。 秋丸及び東山丸は、航行不能の被害を受ける。この後、アングラーが、特設運送艦聖川丸、川崎汽船、6862トンに魚雷を1本、命中させて聖川丸は、高尾に開港され、クレバルは早朝と午前の2度の攻撃で秋丸と、東山丸に、再び魚雷を命中さ、秋丸は、間もなく沈没し、 東山丸は7月27日早朝に弾薬に引火し、丸1日を経た7月27日午前に爆沈した。魚雷をすべて使い果たしたフラッシャーはクレバルからの戦火報告を受信した後、ミンドル海峡から南下していった。8月7日、フラッシャーは49日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。 8月30日、フラッシャーは4回目の紹介で、ルソン島西岸部に向かった。この紹介期間中、フィリピン侵攻に先立つ、第38任務部隊、マーク・ミッチャー中将の救助任務も担当していた。9月18日10時48分、フラッシャーはのマニラ西方バターン半島、マリベレス西南西30キロの地点で、非75戦団から分離して、マニラに向かっていた。 特設巡洋艦最高丸、大阪商船、5350トン、水上規模艦秋津島、駆逐艦渦木という月を発見。魚雷を5本発射し、うち二本が最高丸に命中して、搭載の機雷の爆発により合沈した。9月27日朝にはの地点で、今11船団を発見。魚雷を4本発射し、うち二本が陸軍船うらる丸、大阪商船。 6375トンに命中し、左舷側に倒れて沈没した。9月29日には、ボーンフィッシュ及びレイポンと会合して、勝クに再編成が行われる。10月4日朝、フラッシャーはのパラウイ岬の西方5キロ地点で、未19戦団を発見し、2隻の輸送船に対して、魚雷を3本ずつ発射。魚雷は輸送船大便丸、大阪商船。 6886トンに1本が命中して撃沈した。10月6日朝に、モノ地点で輸送船団に対して魚雷を4本発射したが命中しなかった。10月20日、フラッシャーは51日間の行動を終えてフリーマントルに来、艦長がジョージ・ W グライダー中佐アナポリス1936年組に変わった。11月15日、 フラッシャーは5回目の紹介で、ホークビル、ベクーナとウルフパックを構成し南シナ海、カムラン湾方面に向かった。12月4日朝、パラアン島、北西200海里の地点で、ホークビルが船団発見を報告し、これに基づいてフラッシャーは船団の予想深度上に移動し、折からの大雨の中で攻撃態勢に入った。 マニラに燃料を揚陸して、シンガポールに引き返す特設運送船、給油発光丸、日本輸送船、122トン特区艦、岸並、不設定百合島、第17号解剖艦の4隻の船団に対し、フラッシャーはの地点で1000メートルの至近距離から魚雷を4本を発射。うち日本が岸並に命中し、岸並は航行不能に陥り炎上し始めた。 フラッシャーは U ターンして発光丸に対して完備発射管から魚雷を4本発射し2本を命中させて発光丸も航行不能に陥らせた第17号解剖艦は16発の爆雷を投下したが効果はなく新深,深度に先行して爆雷攻撃を避け魚雷の装填を行った後再び潜望鏡深度に浮上したフラッシャーは 戦法鏡越しに炎上する八甲丸と三隻目の駆逐艦を冒険した。そして、百合島に栄光されていた岸波と八甲丸への二度目の攻撃を準備する。大雨により視界はほとんどなかったが、フラッシャーは魚雷を四本放射状に発射した。そのうち二本が岸波に命中し、岸波は十四時二分に沈没していった。もう二本は八甲丸の下を通過した。 再び反撃が行われ、フラッシャーは先行を余儀なくされた。夕告、フラッシャーは四度目の攻撃で発光丸に対して魚雷を一本だけ発射し、それが止めになって発光丸は沈没していった。浮上した時フラッシャーは破損した駆逐艦の痕跡を見つけることができなかった。その後しばらくは攻撃に値する適正線をあまり見なかった。 12月21日の朝、フラッシャーは、護衛を伴った5隻のタンカーからなる日82、船団を発見し、追跡を開始する。フラッシャーは徐々に、護衛の薄い方向に回り込んで、攻撃体制に入り、12月22日早朝になっての地点で攻撃を開始した。まず5時50分に、艦尾発射艦から魚雷を4本発射し、うち2本は、タンカー、音は山丸、 三井船舶、9204トンの船尾と中央部に、命中させて炎上。音羽山丸は左舷に倒れ船尾から沈没していった。直後の5時51分には、タンカー有田丸、石原汽船、1238トンの左舷輸送に、巨雷が一本命中し、有田丸は、船首から船尾まで火の海と化して6時2分に、沈没していった。6時30分頃には、 フラッシャーは特設運送船、旧油、オムロ、ヤママル、三井船舶、9204トンに対して、魚雷を4本発射し、オムロヤママルの船尾に魚雷を1本、内し2本命中させて撃した。日本側は、機雷付設区域に入り込んだと考えたため、フラッシャーへの反撃を行わなかった。1945年1月2日、フラッシャーは48日間の行動を終えて、 フリーマントルに帰投した。1月29日、フラッシャーは6回目の紹介で、バッショウと共に、海南東近海、インドシナ半島、南シナ海方面に向かった。2月13日午後、バッショウが、レーダーで艦隊のようなものを探知したので、フラッシャーもこれに習った。北郷作戦で、日本本土に向かっていた、航空戦艦伊勢と日向を中心とする。 松田千明少将艦部隊は、この時までに、イギリス潜水艦を含む13隻もの潜水艦や、B-24 の攻撃や偵察をかいくぐってきた艦部隊の前に、最後に視覚として現れたのがフラッシャーと場所であった。しかし、バスショは、不要打たれた。16時18分、日向が22キロ先のバスショを探知して、主砲で攻撃してきたのである。 一種の威嚇射撃だったが、日向の三十六センチ砲弾は、バッショーの右玄後方に、資金弾として落下、バッショーは先行して被退した。フラッシャーも攻撃の機会を一し、しばらくして浮上し、艦部隊追跡に移ったものの艦部隊は、すでに去った後だった。二月二十一日夜にはの地点で、バッショーと共に、複数の目標を発見し、百五十トン急海上トラックを、 不上砲船で撃沈して、放えた。二月二十五日夜、バッションから小型輸送船と千鳥型水雷艇を発見して攻撃したが、取り逃がしたとの情報が入り、やがてレーダーと目視により、九段の目標を発見する。の地点に至ったところで魚雷を三本発射し、輸送船候補丸、上海水崎協会、八百五十トンにすべて命中させて撃沈した。 2月27日朝に、物地点で2隻のを発見し、浮上砲船で破壊した。フラッシャーは、アメリカ本土でオーバーホールを受けるよう指示され、4月3日に75日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。数日後に、オーバーホールのため、西海岸へ向かった。その後フラッシャーは、グアムに開港され、7回目の紹介の準備に入っていたが、その最中に終戦を迎えた。 戦争の終了に伴い、フラッシャーはニューロンドンへの帰還を命じられた。帰国後、1946年3月16日に予備役となり、大西洋予備役艦隊入りする。フラッシャーはそのまま現役に戻ることがないまま1959年6月1日に除籍され、1963年6月8日にスクラップとして売却された。フラッシャーの司令塔は、 コネチカット州グロトンのノーチラスパーク入り口に展示されている。フラッシャーは第二次世界大戦の先行で、第3、第4、第5回紹介での輝かしい功績で3個の主君部大賞を受賞した。6度の紹介はすべて成功として記録され、6個の従軍聖賞を受賞した。ところで、フラッシャーは21隻の敵艦を撃沈し、 総撃沈トン数は10万231トンに上り、第二次世界大戦において10万トンを超える敵艦を撃沈したアメリカ海軍唯一の潜水艦として称賛されているが、それには次のようなからくりがあった。5回目の紹介を終えて、フリーマントルに寄討を作成された報告書では、駆逐艦1隻、タンカー4隻を撃沈。計4万1700トンと記されてある。 タンカーは1万トン、岸並みは1700トンで計算されている。ところが、戦争終結後にの再調査を経て公認された、フラッシャーの戦火に変化が起こった。フラッシャーの5回目の紹介で挙げた戦火は、駆逐艦2隻、タンカー4隻を撃沈。計42868トンに、情報修正されたのである。そして、この増加分は、駆逐艦、岩並みであり、 フラッシャーは12月4日の一連の攻撃で最初の攻撃で岸波を3度目の攻撃で岩波を撃沈したということになった。この岩波撃沈認定はフラッシャーにとって値千金の戦果となった。ジェニックの再調査を経て認定されたフラッシャーの総合戦果が上述のように21隻10万231トンとされて、 第二次世界大戦において十万トンを超える敵艦を撃沈したアメリカ海軍唯一の潜水艦として称賛されたが、それは岩波の分を入れたからに他ならない。岩波なる駆逐艦は日本海軍には存在していない。ジェニックの記録は日本側の記録を厳格に精査して作成された記録であるにもかかわらず、フラッシャーによる岩波の撃沈が取り消されることはなかった。 すべてのアメリカ側記録が岩波の激鎮を認定したり記載しているわけではなく、例えばには岩波の名前は記載されていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。